タビストック人間関係研究所は研究、コンサルティング及びプロフェッショナルデベロップメントを行う非営利組織の財団である。1947年9月にロンドンでタビストッククリニックのエリオット・ジェイクスらによって正式に設立された英国における精神分析理論の拠点の一つとしても知られている精神病理学 臨床心理学の分野で著名なタビストッククリニックは研究所の母体である。エリオット・ジェイクスは経営学の分野ではグレーシャー計画で知られる。タビストッククリニックがあったタビストックスクエア。ロンドンのカムデンロンドン特別区のブルームスベリー。人間を操作する行動主義科学の先駆的研究を行う。前身はタビストック研究所であり、 第一次世界大戦時にドイツの残虐性をイギリス国民に流布させる暴略を行った。ドイツ軍がベルギーで夫人の腹をかき切って殺したとか子供を持ち上げて中堅で刺したといった残虐行為を捏造して流したため世界中の世論が対ドイツ憎悪で沸騰した。その情報活動の中心人物が一般的には 世界的なジャーナリストと思われている、ウォルター・リップマンである。ジョン・コールマンらの関連書によると、次のようなものである。タビストック人間関係研究所は、1922年に、イギリスに設立された、研究機関。タビストック研究所とも呼ぶ。CFR ないし、ロックフェラーの系列の機関であり、CIA とも協力関係にある。配下に、 ロンドンのサセックス大学や合衆国のスタンフォード研究所、MIT、ハドソン研究所、ジョージタウン大学戦略国際問題研究所、ランド研究所など多くの研究所、財団を持ち、アメリカ全体での資産規模は、実質的には600から700億ドルに達する。表向きは、人間管理、心理学等の研究所であるが、実質的には、 ロックフェラーと彼に追従するイギリス支配階級のための国際情報機関である。最終目的は、世界権力による派遣維持のための国際的な大衆プロパガンダ及び、完全な人間の心理コントロールの追求であり、その手段、技術の研究を行い、成果を実践することであり、現在に至るまで数多くの各種の大衆洗脳工作の実施に関与していると言われる。 一説では人間の行動制御も可能な技術を保持しており、それらはすでに情報活動にて実地に応用されているとも言われ、目的のためには反社会的な手段の活用も実さないとされる。MK ウルトラ、脳内音声兵器など、20世紀後半のアメリカ社会文化の急激な変質と世界各国の地域的文化と、 政治関連の変質破壊ないしアメリカ化は同研究所の研究を利用して意図的に促進されたという。麻薬や同性愛をファッションとして流行させる作戦にも CIA などと共に関与しているとされ、世界各国の大衆を音楽、薬物、婚外セックスによって政治的に麻痺させ体制迎合的に洗脳するという作戦目標は順調に達成されている。 またビートルズに始まる1960年代から1980年代までのイギリス製アメリカ製ポップソングの国際的流行は同研究所の作戦の一つであったとも言う。1990年代以降のアメリカ黒人音楽、ファッションの急激な一般大衆への浸透についても関与を疑われるという。ありがとうございます。